どうもオレンジです、はい、三重県紀北町大人の宿みすゞに我々来ております。そのこの和のテイストのこの落ち着いた雰囲気で ねすごくおしゃれな旅館ですよね、うん、いや心が落ち着きますね。そうですね、うん、さあ今日はみすゞの大将が作るうまいもんを皆様にご紹介したいと思います。それでは番組スタートです。さあ今回はいい雰囲気の宿からスタートしましたけども、伊藤さん、みすゞさんはご存知でしょうか。噂には聞いてましたけれども気になります。気になりますか、はい、なかちゃん気になるってよ。はい、それでは皆さんいいお宿のうまいのご覧ください。なんで欲をつけてる。いい声顔。さあ今日皆様にご紹介する食べ物は、はい、大将に持ってきていただきたいと思います。大将どうぞ。どうも。おお、すごいよこれ。カラスミです。カラスミ。わあ、高級ですよカラスミって言ったらね。これはすごいね、うん。今回の商品はこちらカラスミです。究極のカラスミを求めて、みすゞのご主人が作る味をご紹介します。大将今日はよろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございます。さあ我々の目の前にもう高級のカラスミ、はい、それも紀州のカラスミでございますけども、はい、こだわりっていうのも何かありますか。紀州そうですね、はい、まずボラを取ってきて、はい、腹裂いて卵を出して、はい、それからがものすごい時間かこの卵の中にある血管をマシバに1本ずつついていくので。えマシバにあの細いので1個ずつですか。そうな、そっと抜ければいいけど、はあ、やつはマシュマリを突っ込みながら、はあはあはあ、大変ですね。この作業を手を抜いたら、はあ、こういう綺麗な色ができる。ここからまだ何回 か、これから塩漬けをして。塩漬けね。で今度は塩を抜く、はあ、この抜き方によって決まっちゃう、はあ、すごい。だから一つ一つ工程だから卵を取ってきて、はあ、商品に出すまで最低1週間かかる。時間かけますね。それから干し始めてから最高の条件で2週間、うん、たまに外国のお客さんが来て、なんでこんな美味しい色のいいカラスミができるんやって聞かれるんですけど、それを僕がよく言うのは、日本人だからできる、はあ、一つ一つ丁寧なこだわりがあるんですね。だからそういう細かいことやってる、できるのは日本人しかできねえよって、はあ、繊細にね、うん。大将が、はい、まあ、このカラスミ作りをねずっとしてる中で、ええ、どれぐらいの年月でこうね美味しいなって思われたんですか。そうですね、作り出して5年ぐらい前に師匠がよく覚えたなってことが教えてくれた。5年ですか。そこまででも5年かかって、うんうん、味は別としてね、あ、まあ、この形とか色を出して、要は独学で。そう、試行錯誤で、それからほんで商品として出すのに、うん、名古屋の親方に褒めてもらったのが20年かかる。20年目でその親方さんが大将にどういうふうに言われたんですか。これどこに出しても恥ずかしい。ようやくその師匠に認められた時は正直どう思いました。ああ、逆に怖いっていう面もあったよね。これを下げたらなかったもっと前から、うん、それがゴールじゃないんですか。ゴールはもう死んでもゴールじゃない。カラスミ作りは、うん、へー、だから年々違う方法があって、あ、こうした方がいいんじゃないかな、うん、まあ、それは来年の仕事だ。さらにもうここが最高ランクじゃなくって、ここからまた伸びしろを考える、はい、これは食べたいなぁ。田中さん、ちょっと、はい、それから、まあ、いただきましょう。ちょっと食べてください、はい、こんな機会ないから、ね、大きいのか。大きいのか、いいですか、一口でいただいていいですか。大丈夫、いただきます。このね、花屋に出てくるっていうか大人の味、美味しい。もう塩が上品で、さっき大将も言ったけど鼻から抜けるようなこの香り、素敵やな。これはお酒に合うっていうのはすごい伝わります。伊藤さん、どうぞ、うん、せっかくなんで。いや、まあ、めったにね、まあ、高級カラスミってね食べる機会ないからね、うん、なんだけど色がねいいですよね。いいですね。
ただきます。なるほど。あ、深いですね。味がやっぱりすごい深い。で、僕もうちょっとこの辛いのかなと、で生臭さもね、やっぱあんのかなと思いますけど、この2つの部分っていうのが、塩分っていうのが、これは塩やから、やっぱりね、塩の味をちゃんとするんですけども、ちょうどこれ絶妙なんですけど、ちょうどいい塩加減ですね、その塩辛いってことではなくて、辛すぎるってこともないんだよね、ちょうどええね、絶妙、プロフェッショナルです。そうですよ、プロフェッショナルですけど、プロフェッショナルとがこだわり抜いた辛すぎですから、はい、これはね、ぜひ皆さんね、食べてください。はい、さあ我々の目の前ご覧ください。高級食材辛すぎございますけども、切り箱に入ってすごい豪華ですよ。めったに食べれないですから、ね、宝石のような。でもね、もう大将がこだわりにこだわって作ったガラスミ、伊藤さん食べたいでしょう。食べたいです、ね、せっかくなんでどうぞ、ね、レディーファーストで、はい、よろしいですか。ではいただきます。色が綺麗ですね、ほんと色綺麗、いただきます。この魚卵の旨味がぎゅーっと凝縮されていて美味しい。美味しいでしょ。だって日本三大珍味って言われてる。そうですよ、カラスミですよね、うん、これはね、このカラスミというのはもう全国各地でもやっぱ有名だから、もう知ってる人はもう分かるんですよね、はい、あ、もうこれだと、本物の味っていうよね、うんうん、だから値段ははっきりでちょっとしますけども、すっごくね、この京国屋商店でももう箱買いで何個か買ってくお客さんも見えるという話ですからね、うん、物とかも喜ばれそうですしね。そういうことです。絶対これください。はい、ね、送ってください。愛知県春日井市高蔵寺中央台、僕うちの住所ですこれでもね、くれるんだったらいいですよ、言っても買ってくださいよ。あ、やっぱりそうか。でも奈良ちゃんがもしね、京国屋商店でカラスミ買うとするやんか、うん、はい、今回皆様お得がもうたくさんあります。いざ何があるっていうんですか。だからお買い物をされたお客様対象に、はい、なんとみすずさんの宿泊券、はい、こちらが当たりますから。うわすごい。でも、うん、やっぱり、はい、ね、みすずさんの宿も皆さん気になりませんか。はい、なりますよ。なるでしょう。気になります、はい、ということでこちらをご覧ください。どうぞ。どうですかこの夜の雰囲気。いいでしょう、伊藤さん。いいですね。泊まりたいでしょう。泊まりたいです、でね、これ中に入りまして、うん、お部屋なんですけども、4室ございます。ほんとでっちゃん部屋素敵よね。素敵なんですよ。で、ね、また部屋もこだわっておりまして、この天井の透かし、これ味あるんですよね、うん、で漆塗りのテーブルがあって数寄屋造りにこれなってるんですね。さあお待たせしました、お料理ご紹介したいと思います、はい、こちらはですね、地元の食材を知り尽くしたご主人が作る料理なんですね。食材の旬を一番うまい食べ方で料理してるんです。さあ今回は素敵で大人の雰囲気のみすずさんの宿の宿泊券を一組2名様にプレゼントさせていただきます。すごい。京国屋商店太っ腹ですから、ね、ただし、はい、こちらはですね、お買い物をされた方対象となりますので、うん、よろしくお願いしたいと思います、はい、詳しくはどうすればいいんですか。ホームページをご覧ください。はい、てっちゃんありがとうございました。さあ、商品のおさらい、伊藤さんお願いします。はい、割烹の宿みすずのご主人が作る絶好色の高級珍味カラスミ、料理人こだわりの一品です。皆様インターネット販売サイト紀北屋商店でお買い求めください。続いては伊藤さん、皆様にご紹介する商品は何でしょうか。続いては天ぷらとカツオ酒盗をご紹介します。はじかみテラスに行ってきました。こちらの VTR ご覧ください。まずご紹介するのは金新商店のカツオ酒盗です。酒を盗むと書いて酒盗と読みます。こちらは
カツオの胃が原料となった発酵食品でカツオの塩辛をイメージしていただくといいかもしれませんね。名前の由来はこれを食べると酒を盗んでまでも飲みたくなるということだそうです。そんな風にやみつきとなるカツオの主張いかがですか。続いてご紹介するのはまた吉屋の玉ねぎ店です。こちらに天ぷらって書いてありますが、天ぷらというと衣のついたものをイメージされる方多いと思うんですが、実はこちらの地域では練り物を油で揚げたものを天ぷらと呼んだりするんですよ。そしてこちらの玉ねぎ店は玉ねぎの甘み、そしてシャキシャキっとした食感が残るとっても美味しい玉ねぎ店、皆さんもぜひ召し上がってみてください。斉藤さん、目の前にたくさんありますけども、はい、ご紹介お願いします。まずはですね、はい、こちらの主刀を使ったお料理なんですけれども、はい、きゅうりと長芋で和えてあります。お、はい、こちらのカツオの主刀が入ったものと、そしてその隣にありますのは、はい、玉ねぎ天を使った水菜の、ね、サラダをご用意させていただきます。玉ねぎ天なんか不思議。じゃあちょっと、じゃあこのカツオの主刀からいただきましょうか。はい、はい、田中さん、ちょっと先にどうぞ。じゃあいただきます。うん、わ、これすごい。これはどの部分ですか。はい、こちらはカツオの胃を。胃なんだ。そうなんです。胃の部分です。ここは初めていただきます。はい、いただきます。うん、あ、おいしい。ちょうど本当になんか主刀って酒を盗むって書いて、はい、お酒が飲みたくなるのは分かります。塩気がちょっと濃いんですよ。あ、うん、おいしい、おいしい。じゃあ俺もちょっといただいてみようかな。いただきます。いただきます。味はあのイカの塩辛とかさ、うん、と一緒だよね。はいはいはい、はい、食感もお酒も合うんだけど、ご飯、白いご飯にちょこっと乗せて食べても美味しいかもね。うん、ちょっとほらお茶入れてサラサラサラと食べても美味しいかも。お茶漬けちょっといけるかもしれない。確かにね。いや、美味しい。もう一つありますね。はい、さあ、こちらが、こちらが玉ねぎ店ですね。はい、玉ねぎ店もいきます。この地域ではね、天ぷらって言ったりしますけれども、いわゆる練り物ですね。いただきます。どう、うん、うんうん、美味しい。これは何、水菜。そうですね、と一緒に合わせてサラダに。このなんかさ、色合いがいいですよね。そうなんですよね。うん、こんな感じでね、出されたらいいですよね。うん、あ、うまい。うん、でもやっぱりこの玉ねぎ入ってるだけあってね、うん、ちょっとはこの食感が、うん、シャキシャキ感もちょっとありますし、うん、あ、美味しいな。うん、水菜に練り物合う。合います。うん、美味しい。私もいただきます。やっぱりあの玉ねぎの食感っていうのはね、少し感じますけれど、うん、もうそのやっぱり油で揚げてるっていうので、うん、その玉ねぎの甘みっていうのもね、ほんのりこう感じられて、わかる、それね、ね、うん、後から来ますので、来ますよね。うん、ね、こうサラダってこうあっさりしてて、なかなかたくさん食べられなかったりするんですけれども、うん、これが加わることで、うん、結構どん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 、ね、お野菜も一緒に食べられて、ね、サラダのいいアクセントにこの練り物があるんですね。そうです、そうです。うん、うん、で、まあ、ヘルシーだし、はい、この食べ方いいですね。合います。これむちゃくちゃうまいです。もう皆様もご家庭でもうお好きな料理のアレンジに使ってみてください。はい、さあ、ここで商品のおさらいお願いします。おさらいです。カツオの胃を発酵させて作った金新商店のカツオ主刀、食べると酒を盗んでまで飲みたくなってしまうほどお酒の進む商品です。続いてはまた吉屋の玉ねぎ店。玉ねぎのシャリシャリとした食感が人気の品です。どちらもインターネット販売サイト紀北屋商店で皆様お買い求めください。さあ、紀北屋商店ではただいまお得なキャンペーンを実施中なんですよね、伊藤さん。そうなんです。5000以上お買い上げの方になんと送料無料でお届けします。すごい、めちゃくちゃお得ですよ。お買い物いっぱいしましょう。うん、買ってください。さあ、次回も紀北町と美浜町のうまいもんたくさんご紹介しますから、お楽しみに。お楽しみに。